この職場こういうところどうなんだろうなっていうエピソードだったりとかあったりしますか？パワハラとかセクハラとか上司からのパワハラもすごいあったりしたんで、ね、どんなパワハラですか？はい、今日はお時間ありがとうございます。で、まずはじめに何をされていますか？社会人2年目かな。社会人2年目。ちなみにいかがですか？同じ、大学院卒業してから、はい、今は社会人の1年目です。社会人1年目。今どんなお仕事をされていますか？ IT 企業で働いているんで、ソフトウェアエンジニア。プログラミングとかですか？はい。何の言語を使ってます？ Java、Go とか、うん、まあいろいろ使ってるんで。ちなみにどんなお仕事を？IT 企業の子会社で、半導体部品の調達で仕事をしてます。今の職場でどれぐらい働いてますか？今年の4月から。今年の4月、じゃあもう8ヶ月、半年ぐらいですね、はい。2年目、はい。どうやって今の仕事を見つけましたか？ネットで。ちなみにどうですか？どうやって見つけましたか？塾も新卒としてリクナビとかマイナビで探しました。はい、はい、ありがとうございます。今の職場の男女比率を教えてください。7-3 くらい、まあ、リモートもいっぱいあるし、みんなの顔を見るわけではなくて、まあ、大体どっちが7でどっちが3ですか？男性が7で、はい、そういう感じです。はい、私も同じぐらいですね、7-3。やっぱり IT 系は男性が多いっていうイメージですね、はいはい。あと年齢層を教えてください。うちの会社はよく若いですね、30代くらいで、上の人が40くらいがあって、でも私みたいな人いっぱいあります。20代の人とか。どうですか？私平均年齢45以上、50ぐらいだと思うんでるんですけどでもそれぐらいのイメージでした僕も、うん、そうですね。自分の職場で変なルールだなとかそういうものってあったりしますか？企業自体が理念とかあるんで、入る時に理念みたいを勉強しないと、そういう感じがちょっと、あ、そうだったんですね。新鮮だなと思って。勉強まではいかないな、なんかこういうモットーでやってますっていうのはあるんですけど、レッスンがあって参加しないと、はい、ありがとうございます。ちなみに何かありますか？上司は結構上の男性の方が多いじゃないですか、ちょっとパワハラとかセクハラとか気にしすぎって、なんか例えば私、まあ、休暇取った時に、それなんか上司の方は直接私に最近体の調子悪いのとか、なんかストレス多いのとか私に直接に質問しないんですよ。他の人に聞いて最近私どうとか、他の人に聞くって直接聞かないってことですね。そうです、まあ、めんどくさいよ、確かになんでその人に聞くのみたいな、ね、日本っぽいですね今のは次の質問は、今のポジションでの平均年収教えてください。私の場合は IT だから400から500ぐらい。それは経験ありですか？経験なしの値段。経験なしで、400から500万ぐらい、はい、いかがですか？1年目ですので、はい、280から320ぐらいまでですかね。同じ IT でも結構違うんですね。なんかプログラミングと IT の何でしたっけ？部品の調達です。それは女性の値段ですか？それとももう女性も男性もそういう値段？同じですね。ああ、なるほど。じゃあ最後に今の職場の評価をお願いします。5段階あって、合わなかった、あまり合わなかった、普通、そこそこ合ってた、で最後にすごく合ってる。どういった評価になりますか？普通で、いや上の人がわからないからちょっと、ああ、そっかそっか、どう考えてるかな、どういう方針なのかよくわかんないっていう感じですね。はい、ありがとうございます。どちらからですか？神奈川です。今現在どんなお仕事されてますか？今はいろんな人の体のメンテナンスをする仕事をしてます。今のお仕事をどれぐらい続けていますか？8年目ぐらいです。どのようにして今のお仕事を見つけましたか？専門学校を卒業するときに学校に求人があるので、そこから探して就職しました。今は最初に就職したところを辞めてフリーランスみたいな形でやっているのと、自分でやりつつ治療院に週3日ぐらい
勤務してます。勤務してるのと自分でやるのとってなんかこう違いとかあるんですか？一人でやってるのもいいんですけど、それだとなかなか一緒に練習してくれるスタッフがいなかったりとか、自分の知ってることだけになっちゃうので、勤務することで他のスタッフが知ってることを教えてもらったり、いろんな人と出会いがあったりっていうする面もあります。今の職場の男女比率と年齢層を教えてください。スタッフが4人しかいないので、私は女性1人です、全員20代から40代前半以内ですかね。この職場こういうところどうなんだろうなっていうエピソードだったりとかあったりしますか？まだ始まって2年目ぐらいの治療院なので、いろいろこう探り探りやってる部分がたくさんあるので、マニュアルが確立してなかったりとか、いろいろ試しながらやってるので戸惑いはたくさんあります。なんかあの職場でパワハラだったりとかセクシュアルハラスメントだったりとか、なんかそういった問題とかそういうのってあったりとかしますか？そういうのはないんですけど、やっぱり人と人の人間関係なので、どうしても気が合わないというか、仕事はするけどこの人とこの人の相性悪いなって思う部分はあります。あ、その自分じゃなくて他人の合わないなっていうのはあります。そういう時どうしてます？お互い仕事として割り切って仕事は仕事でやってるので問題はないんですけど、お互いからお互い の, そのこの人はこうこの人はこうって話を聞いた時にあんまりこう助長させないというかフォローするようにしてます。でもこういう風に思ってるんじゃないかなっていう感じで、ちょっとこうクッションというか中間役フォローするようにしてます。お疲れ様です。あなたのポジションでの平均年収を教えてください。まあ、私の職業だと平均的には多分350から400ぐらいが多いと思うんですけど、初年度ですかね。そうですね、じゃあ最後に今の職場どれぐらい満足してるかの評価お願いします。そこそこ合ってる。そこそこ合ってる、はい、どんなところが？思っていたよりシステムが確立されていないので安定的ではないかなって、会社というか治療院としてそこをもっと成長させていきたいなと思います。はい、本日インタビュー以上です。広島から東京に来ました。どんなお仕事をしていますか？広告代理店で営業やってます。いくらやってますか？ちょうど2年くらい働いてますね。どうやって今の仕事を見つけました？全然職の友達の紹介で入りました。紹介してもらうとやっぱり採用されやすいとかっていうのありますか？あると思います。紹介で面接スキップできるとかそういうのあります？面接はやっぱりやりましたね一応。あ、はい、まあそうですもんね、はい、スキップはできないですね。職場の男女比率と年齢層を教えてください。4女性6男性っていう感じですね、年齢はだいたい20代の、まあ、前半から30代の前半くらいまでの年齢層ですね、若いですね。若いですよね、今の職場でなんかこれ変だなとかっていうのはあったりしますか？1個前の職場なんですけども、まあ変なのはチームのミーティングというか、まあ、全体のなんか会みたいなのがあって、なんかそれが1日に4回あるんですよ。あの朝会、昼会、中締めっていう、まあ、もう一つ会があって、で夜会っていうのが4つあるんですけど、そもそも多いなっていうのと、あとはそのミーティングの終わりに上司からもうランダムに指名されて、で何か面白いことをやれって言われて一発芸をやらないといけないんですよ。でも大体みんな滑っちゃうから、もう滑っておしまいみたいな、毎日ですか？あ、それ毎日です。みんなあの当たるのが嫌だから、その時間になったら電話するふりしてホームブースとか、まあ、別なミーティングルームにこもっちゃうんですよね。隠れたりとかしてました？いや、僕めっちゃ隠れてました。なんでそんな4回あるんですか？そんな喋ることあるんですか？まあ、ぶっちゃけないと思ってて正直僕も、あのやってた理由全然わかんないです。他に何かありました？部署にもよるんですけど、みんな噂がすごい大好きで、一個噂が流れたらそれがもうどんどん脚色されていっちゃって、ありもしないことも噂になっちゃうみたいなことはめちゃくちゃありましたね。例えば会社の誰々誰々が一緒になんかやっちゃったみたいな話とか、なんかそんなめちゃくちゃありましたね。実際にはやってなかったりとかしたりするんですか？ありますね。なるほど。じゃあゴシップ止まりって感じですね、はい、そうですね。あなたのポジションでの、年収を教えてください。前職はあの人材系でした。大体700万から1000万とかかな。インセンティブ込みですか？そうですね、インセンティブ込みです。ベースプラスインセンティブがあるから多分あのそんなに給料の幅が出るんですよね。大抵でもまあ大体700万ぐらいはもらえるって感じですか？そうですね、僕の知ってる範囲なんですけど、はい、大体それくらいだと思います。日本語普通に喋れる外国人でもその仕事につけると思いますか？はい、つけると思います、はい。
なんか僕がいた会社が、はい、まあ、外資系の会社だったんで、うん、はい、もう全然それは多分チャンスはあると思いますね。外国人も同じ値段の給料ですか？はい、もらえると思います。ビザも出してくれてたんですか？ビザはどうですかね。あ、でも出してくれると思いますよ、はい、給料いいし日本語喋れたらビザも出してくれるんで、興味あれば調べてみてください。最後に、前の職場での評価をお願いします。正直あまり合わなかったかもしれないですね。合わなかった、はい、なんでですか？給料の条件とかはいいんですけども、うん、僕があんまりその若いノリとかちょっと噂ばか大好きみたいなノリがちょっとあんまり好きじゃなかったんで、うん、そういう意味ではちょっと合わなかったですね。日常的に疲れちゃうなって感じですもんね。上司からのパワハラもすごいあったりしたんで。どんなパワハラですか？あの1対1で会議をしてるときに例えば足をこうこづく蹴ってきたりとかっていうのもありましたね。それはなんでそんなことしたんですか？ノリですか？多分ノリですね、完全に。あっちはよかれ、なんか面白いなと思ってやってたんだけども、ね、こっち側からしたら別に面白くなかったしみたいな。そうですね、そうですね。でも悪意はあったと思いますよ。はい、ありがとうございます。最後になんか視聴者さんに言いたいことがあれば教えてください。実は今僕ですね、YouTube チャンネルを持ってまして、この YouTube チャンネルは日本に、住みたいと思っている、もしくは日本に住んでる方に向けたあの YouTube チャンネルで英語で発信してます。あのニューレルムジャパンと言いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございました。